るぞ。レータキルチャンスだ。一人しかし倒せない。あー、一時交換か。ジンクスがそこのカバーに入りました。そしてポイントの中に入ってくラズ、さらにはタケジェクロ、ヘブンを取りました。設置はできましたが人数不利ではあるので、ここは狩りに行く動きというのがありますね。ヘブンの取り返し、ジンクス、ペイント弾は残っています。なるほど、バリアオーブの中裏にある、あえて隠れる。待っていきます。タケジェのジャンプショット、トンボのカバーが入りました。ここトンボ、さらに2キル目、ラストクローです。キャットとヘブンの取り返し、ワンオンスリー囲まれてますね。ファーストラウンド、フェンネル対策練っていました。出るのか、詰めます。横からクルズ、クラッシュのカバーもあります。クロー、うん、そしてラズのいい立ち回りでした。ただこの上で A メイン詰め2人やられた後に A メインを2人で前目で守る。しかしそこに甘えないジッタ、はい、いやー、これライトバック上がりました。レー1人うまい、削るだけで十分なラウンド。しかし抜き返す。レーターが横向いた、横向いたタイミング、武器取りましたね。これ武器回収でもいいですが、うわ、3人目、十分です。のがエンビーです。 B 側から A へどれだけ間に合うか。うわー、バースが入った、バースとキル対応してる。そして2G クルズ後ろから、これはでかい、形を崩しました。ライトバックを使う余裕はなくなりました。左からも右からも出てくる。たんですけど、そのアンチエコのラウンドを徹底してますよね。ここも見てください、ジンクスの横にしっかりとトンボがカバーを、そしてセンターバサミの形を取っていきますが、壁を立てて、これは B 攻めだ。トンボはどうでしょう、うわ、エンビーのワンキルから、しかして蘇生が入った。3回目の命、ラズは3回目の命だ。ナイトバックからそして蘇生まで入った。しかしエンビートンボで抜いている。3対3の人数状況、レイト3キル目、ワンオンスリーです。これ強引に狩りに来ますかね。そしてワープして設置は A です。あ、そうですね、スパイク、その角度1カバー立っている。トンボのカバー抜いたのはトンボだ。連携ですね、これが一発ステージに当たっている。タケジェが落ちました。一方レータが一人目、いや、構えてるタイミングをうまく狙った。ヘブンからのカバーはどうだ。対応した、クローが抑えます。しかしリコンボルトが見える。しかしそんなの関係ない。いや、1-1だ。ここもケアしなければいけない。上から、これはいいタイミングでした。タイミングは絶妙でしたね。3対4るというのが狙えたと思うんですけど、いや、よく警戒しましたよね。うん、この細かいところが重要なんですよね。残り1名、うーん、ズは行く。おっと、背中が見えた。そしてメインではタケジェです。壁を立てながら時間を稼いでいきます。あとはレイタのポジションに注目です。3対4マーケット警戒できてるが、これで4対2です。ディフェンダーサイド2人の取り返しです。いいタイミングのパラノイアで時間稼ぎ。本当にレータの安定感は誰にもない安定感でしょう。うん、素晴らしいギルです。何を使わせても一流です。この打ち合いではタケジ、このラウンドも一人の被害で済みました。はい、とかなり厳しくなっていきます。一時効果、しかしエンビーです。エンビーのポジション重要ですが、タケジに抑えられた、うん、左から入っていく。ほー、手前にはタケジェ、あー、たまたま、ジュピター、こういう針でのクロスはうまいぞ。徹底した配置取り、うん、3人目まで取ります。数が伸びるっていうのは厄介ですよね。ファーストキル、タケジェ、まあ最終ラウンドだったのでクレジットにも余裕があって、かなりオペレーターを承認した。ダブルオペレーター、オペレーターを取った。この距離でもオペレーター、そしてタケジェが挟んできます。いや、カバーでも80ぐらいまでしか回復はできません。しかしレータ、うん、さあ別の角度からレータ、そしてクローのキルが重なって、
さあ一方レータがキャットで倒されますが、いいカバー、これは裏取りできるぞ。ただ武器はクラシックですよ。タケジェが見て外した。あー3人打ちてる。あフレンジですね、失礼しました。フレンジ弾がないぞ。では弾を消耗したところから展開が作れましたね。まあ今までのねアブソリュートジフターのインタビューではそのレータを恨むタケジェという構図が何度も見られましたけれども本当に恨んだかもしれませんね。そうですね消化完了。残り1秒。いやー分かっています。ショックダーツも飛んでくるが、ただこの攻防はやめません。フェンネル、うわー裏が後ろからはランスだ。あー、がどう入っていくかですね。多く耐えきました。そして割れた音、後ろからレーター、ここは綺麗なパラノイアまで入りました。当然抜かれる可能性っていうのも存分にありますから。出てきました。こうなるといやうまいですね。ジャンピークです。時間稼ぎ徹底できてますね。誰も顔を出す。ラウンドは大体取れてますからね。あここはレーター頭1個見せていたところをジンクスが取りました。さあそのまま B のサイトは掌握しました。このまま設置まではこぎつけたいですけれども、いつもであれば苦労が中に入っているという怖さがあります、うん、丁寧にクリアリングしますね。さあここは負けられないという数字。アルティメットは打つでしょうか。スパイクを設置。フラッシュからライトバック上がった。2人がかりでいったんですけどね。知恵のカウントダウンが始まりました。ライトバックいいぞ。日本のラインとばっか中に入っていくか。もう一つの命がある。戻った。その間に取り返しが始まっている。アブソリュートジフター一つ目のアップ13対6。取るの楽しいですから。はい、乗れた後の立ち回りがねいろいろ有利になりますからね、うん、ロングセッチではありますが今回バイパーがいるのでかなり入り乱れているような構図となっていますが、問題は通じの位置。あーそこもタケジェが落としました。いやでもいいですよ、これ中で時間稼げば最終的にバイパーの解除阻止ができるんで。さあ間通りにもバイパーのスネークバイトが入っているが、むしろ中をすでにクリアしているのはジュピターです。いやー気が始まってますよ。ロングでの打ち合いはタケジェ、うん、そして窓からのエントリーに対してはこの窓折りには強 い, い, や早いです、ね、このロングの位置を取っていますが、エンビーゴーストでバースを落としきりました。フラッシュは入っている。しかし設置まではいけそうです。いやエルボアにいるか。設置はできません。いやフッカー寄りが早すぎましたね。僕がゲームをぶっ壊しそうだ。銃声が聞こえたらそこに行く。いやこれでもそれだけ徹底して取り返しに自信があると。そうですね、人数有利を生かして取り返したいというところがありそうですね。初めて見ましたよこんな取り返し。いやこんなやり方があるのか。で詰め待ちはしっかりと。フラッシュは一つあります。リコンボルト、ショックダーツはあります。フラッシュ何ならラズのフラッシュは2個あります。1人ずつワンワン取れた。ただっとフェンネル抑え切った。抑え切った。フラッシュ入れて窓のケア、竹で入っていく。そしてワープとともにここはカバーに入っていきました。しかし開きません。開きません。まあ他にいるのは分かってるので付き合わないつもりか。ラズとレイカロングからの取り返し、そして窓、ここはシーカーの飛び先がいいところ行きますね。手前で壊されてしまいましたね。クルーズが窓を1人抜いていきます。エルボーでの打ち合い、そしてレータラズは勝ちますけども、クルーズのスネークに2つ流れたということで映画は少ないという判別ができます。避けているオフは来る。そしてショートパー、ここで切る。確実にキルを取っていきます。ジンクスも入っていきます。おお、タケジェは挟めてるんですよね。ディフェンダーサイドに来ています。タケジェがいる以上は難しいんでしょうね。そうですね、あとはバイパーズピットを使ってますから、むしろ使う必要はないラウンドですね。黒の取り返し、中にはクルーズの、おここは一番手のスプレーに崩されました。クルーズを倒したラズですけれども、中に
スルッと入っていくのがフェンネル。設置まで行きますが、ペイント弾の回線抜きます。設置もできてる。ただ当然バイパーが来てるの分かってるので裏からレータ来てますね。さあそしてそのレータも対応できました。ロング固めのフェンネル。窓には1人、ツージーだけ残っています。残り1名。うん、ラストラズ2キル取った。いやーこうなるとそうなんですよね。思い切りましたね。うわラズが出てく。これまたこのラウンドラウンイントバックが上がるのか。スパイカー落ちた。取り落とした。取り落とした。あーライトバック上がった。ただ取りが落ちたっていう。さあ最後はラズんでくるラインとバック。恐ろしいものがある。さあその間にビーラカ入っている。帰ってくるラズ。後ろから倒された。対策完了。バレてる。そしてロングからジンクスのキルです。おお。エータオペレータースパイクがなんかデスマッチみたいになっています。めちゃくちゃな位置で打ち合ってますよ。荒々しくなっています。2対2。こんな荒々しく打つジュピター見たことがありません。当たってる。痛いダメージ。おー、下手抜いた。リロードのタイムをうまく活かしながらスイッチ。レイターがカバー。設置までは行きます。まだラズは残っています。かなり打ち合い激しくなってきましたね。3対3です。浴場から下がっていくクルズはスネークバイトの位置を取ります。そうですね、狙ってますね。ただ今回スネークバイトだけでポイズンクラウド回収できてないので合わせ技は使えません。ラズがランプで暴れているさなか、クロウがリコンボルトからの思い切った解除をしていきます。これスネークバイトしかないのバレてるかもしれません。時間がありません。ハーフまでいっている。これどうだ。顔が出せない。解除成功。4対7ような展開が一つあってもいいかもしれません。ファーストキルはレーター。そしてさらにラズが加わってきます。ハンターズフューリーはさあ現在打っているのは攻め側です。お、ラズを抜いた。ほう、エンビーがラズを抜いて手前にはジャッジ。わあ、ワープ聞こえましたね。これブームボットはいつ使うかですね。そうですね。あー、今ピークしてきました。しかもしゃがみでしっかりとヘッドショットラインずらしました。確定する。ランプへのパラノイア、そしてヘブンへ少しフェイクをかけた動きになります。位置バレましたね。顔出しませんね。駆け引き1人目。ただどのタイミングで中行くか。エントリーがスタートしています。おー、エルボーで飛んだ。2人目リーでキャリアダウン。リロードしていきます。これで2オン2。ほぼ体力がないバースト。クルーズが持っているトンボ。使って多分取ってますね。上げましたね。ファーストキルはジンクス。まず1本目落としました。ここでも勝負狙われますね。レータ2キル目ハンターズフューリーにかかりました。おー、当たった。当ててますね。ただ打ち合いではタケジェ。さあゆっくり時間稼いで裏取りを。いやー裏取り来てる。任せます。あー、スモッタ来ましたか。ジャッジに対してはラズヘッドショット。カボール当たってましたね。そしてこのエリアではジャッジが強いというところでの武器チェンジ。スパイクドロップいるという判断になりますもんね。当たってる。おお、すれ違った。すれ違った。おお、勝てるのか。そしてレーダー3人目取りますがトンボのカバーが入り、最後はラズ。7対9でジュ。そして返しのシーカークルズを助けることはできるか。これはきついぞ。クルズの射線だけなんとか考えて守りたい。設置がまだできてないんですよね。しかしジュピターここで設置する。クルズも処理して、あとはヘブン。ジンクスとオペレーターというのが分かっています。手前のダークカバー足音がします。あー、音でバレましたね。横を取ったレート取りましたね。ランプの攻防では一指交換。レータがヘブンを取ってることによって寄れない。パルノイ当たってる。あと30秒。これか。取り返しジンクス唯一のバンダル持ち。いいペイント弾が入っています。直撃素晴らしい。素晴らしい。3対2人数が逆転。ハンターとフューリー入っています。
さあそしてさああとはガチだ。解除の音はやめた。ダブルピーク、ピック4キル。見事なスキル連続で出しましたね。ますから、ね、毎回変わったって言いますからね。ここも強気で見に行くがダブルピーク。このカバー勝負ではレイタです。ジュピター側が一人に張り付きますか。またラズ対ツージークリアして上がってる。しかしライトバック止まった。しかしカバーに入った。キル取った後左にそこで振る必要があります。全員で出てきます。ハンターズフューリーを打っていく。さあそしてショーストッパーで入ってくるところをジックスのバンダルで落とし切りました。一方ラズがそのエンビーを倒してなんとか一地交換まで持っていきました。ランプキープのヘンネルに対して今度は B 展開のジュピター、ワープをしてから、はあ、ジンクス倒されました。唯一のバンダル持ちが倒された。しかしトンボもここでバンダル回収。これはラズと仲のいいトンボ、ラズの動きが読めていたかもしれません。しかし B はあれはラークでした。A を明け渡しました。でももう近くまで入っていますが通じました。ラスト2人2対3の取り返し。トンボがバンダル受けすぎましたよ。さあ行け。ラズのクルーズはバッキーからのエントリーをランプしていくでしょう。外した。うわオンスリー1もバレてしまった。ここからスーパープレイが必要です。アセンドでね、はい、さあこれリーチかかりました。命のラウンド。フェンネルはこれを取られるとローアブラケットです。命のラウンドですね、はい。